メンズカムバが恋しちゃったぞー。お、可愛い女の子だな。アイドルの男性もさすがイケメンだね。でもこんな可愛い子ならワンチャンあるんじゃ。二択でこの女の子の恋を成立させてあげよう。まずはプレゼントを渡すんだって。髪の毛をプレゼントとかやばいだろ。これはチョコだな。ん、なんだなんだ。いやいややばいだろ。なんだよこのチョコは。まさか等身大とは。髪の毛の方がまだマシだった説。でもこのアイドル喜んでるよ。こっちもやばいパターンか。次は何かしてもらいたいんだって。はい、握手だね。こんなん迷うまでもないからな。手から甘い匂いするね。チョコの妖精さんかな。そりゃさっきまであんなでかいチョコ触ってたからね。いやいい雰囲気になってきたよ。女の子もめちゃめちゃ幸せそうだ。脱衣してみる、させてみる。何言い出してんだよ。それで脱衣しないの選択肢はないのかよ。なら申し訳ないが男性に。こんなんでいいの、欲張りちゃんだね。あ、よかった。こういう感じね。どういう感じだと思ってたの。黙秘権。それよりイケメンの鎖骨は惚れるな。おお、とうとう一緒に暮らしたいって言い出したよ。え、そんな段階まで来てます。まだチョコの匂いかがれて鎖骨見せてもらっただけじゃね。包丁かお金かを選ぶんだね。私と結婚してくれないと殺すよか。お金で釣るかの二択ってことじゃねえかよ。選択肢ひどいな。三択目はないのかよ。二択だからこそ思いが伝わるんじゃん。ちょっと何言ってるかわからない。ならまあお金しかないかな。正解なのかよ。やらしすぎるわこの光景。これからは君のことだけ愛すよ。おお、無事ゴールインしたよ。なんか思ってたのと違うような。